第6只見川橋梁は、福島県大沼郡金,金山町の只見川に架かる、東日本旅客鉄道只見線の鉄道橋である。国鉄合図線の合図川口駅只見駅間の延伸工事に伴って1963年に、供梁開始した。本名駅合図越川駅間の阿賀野川、水系只見川に架かる全長193.28メートルの橋梁である。 元々は、タゴソダムの建設のため、1957年に会津川口からただみを経て、ダム建設現場までを電源開発株式会社の専用鉄道として付設した時に、本橋梁は同年に完成している。本橋梁は本名ダムの下流側にかかっているが、本橋梁の建設時には、本名ダムの放流時の影響を避けるために、 トラス下駄部分は垂直釣りケーブルエレクション広報にて仮設されている。流出後の第6タダミ川橋梁を2011年7月の新潟・福島豪雨ではタダミ川の増水・氾濫により本橋梁のトラスゲタ及び前後のプレートガーダーゲタ2連が流出した。なお、川口型の鉄筋コンクリートゲタ及びプレートガーダーゲタ2連部分は流出されずに残っている。 鉄筋コンクリート下駄、プレートガーダー下駄、トラス下駄の混成形式であり、トラスは1956年製造の日本、橋梁製である。ただみ川に架か,かる本橋梁は、鉄道ファンやカメラマンの有名撮影ポイントとなっている。特に、本名ダム手前の本橋梁を列車が渡るため、ダムと列車を絡めた構図で撮影することができる。また、ただみ川が増水する。 雨の日など本名ダムが放流するときは迫力満点の写真が撮影できる。ありがとうございます。